女優さんっていう仕事自体が割とそういうの作っちゃうのかもしれないですね。不規則な生活だったりとか、うん、結構頑張って痩せたりとか、うんうん、やっぱ、ね、やっぱそういうこういう仕事柄というかこういうので、うん、そういう女優さんに、ね、あの体を見させていただくこと、うん、何度もありましたけど、うん、やっぱトータルで皆さんも良くないなっていう、うん、歪みとか冷えとか便秘とか、うん、みんななんか言ってますからね、うんうん、でもモナさんが特に良くなかったですけど、うん、でもいろんなストレスがかかるとか、うんうん、ある多いかなっていう印象ですね。体ちょっと良くない方多いなって思いました、うんうん、結構その手入れとかはしてるから、うん、そのまあセルライトはないとかいうのはあっても、うん、でもちょっとなんだろう、エステとかってやっぱり美容面は見るけど健康面はね、うん、できなかったりするので、うん、まあそういう意味でなんかやっぱり疲れやすいとか、うんうん、見るとねありましたね、いろいろ、うん、つけて値段分の効果あるんですかね、うん、え、何の効果、値段分の、あー、どうなんだろう、なんか3万とかするじゃないですか。確かに高いですよね、まあ、私は、うん、自分が通ってるわけじゃないからもあるけど、うん、まあ、やっぱ普段の生活が一番大きいと思うので、なんだろう、そこでそんなお金かけるんだったらもうちょっと、なんだろう、うん、できることはある、なんかちょっとまあやっぱりふっかけてるところもあると思うんですよね、うん、良心的なエステだったらね割と結構ちゃんとアドバイスもしてくれたりとか、まあその価格をまあなんだろう、暴利で取ってるってことはないっていうのはあるんですけど、多分本当に実証されてるものって少ないと思いますもん、うん、みんなに効果があるものじゃない、まだ分かんない部分だけど、なんかこの機械使えばとか、そうですよね、うん、言ってるやつもあると思いますね。逆にそれで荒れた人とかも知ってますからね。あ、そうです、ね、そうそうそう、なんかつけられたクリームで、うん、合わなくてとか、うん、そうそうそう、多分1回じゃ絶対効果ないし、そうですね、なんか1回目は数万でもなんか効果が出るんだったらもう数十万になる、そうっすね、なんかローン組まされて20万とかね、いう話も聞くし、プチ整形とあんま変わんなくなって、ああ、ね、だったら整形しちゃった方がいいのかなとか思ったりしますよね、たるみとかね、ほんと確かに効果に個人差があるやつにかけるよりかは確実にちゃんと、うん、あの リフトアップとかですよ、ね、ボトックスとか具体的に決めてやってもらって、これ納得いくって、ちょっとこのお尻の方というかね、腰とか冷たいですね、今日は大丈夫ですか、あの暑すぎないですか、あ、まだ大丈夫大丈夫、ちょっと痛そうですね、
痛かったですか？ちょっと、ですかね。ちょっといくね。ちょっと反対横に足出してください。